はい、こんにちはシャンダイシンヤですえ今日は2023年度最新版「電子遺書のおすすめモデル今買うならどれがいい?」というテーマでお話をします。 まあ僕は毎年、電子衣装の新型が出るたびに、電気屋さんに行って実際に売り場でですね、いろいろ触ったり、あるいは店員さんとお話をしたり、パンフレットをもらってきて、詳しく見たりして、その情報をいつもこうやってね、YouTube とかブログ記事でシェアしてるんですが、今年もですね、新型をチェックしてきましたので、最新情報をお伝えしていきます。でまず最初にですね、電子衣装、初めて買う人向けというのもありますので、一応基礎情報として、メーカーについてお伝えしておきますね。まず今、カシオとシャープ、この2社が 電子書を出しています以前はもっとねメーカー多かったんですが今はこの2社に絞られましたでそれぞれメーカーの特色というのは違います一つはメインの対象年齢そして電源方式そして形の違いですねこの3つの点でそれぞれねメーカーの特色がありますので一応それはね先にお伝えしておきます まずメインの対象年齢なんですがシャープは学生向けにメインで作られているという感じですね。でその証拠に最上位モデル一番高くて一番高級なモデルは高校生向けになっていますので、まあ、高校生が最高峰という感じですね。まあ、もちろん大学生モデルというのもあるんですがレベル的には高校生向けが一番ハイレベルな英語の辞書が入っているというものになりますので、まあ、学生向けと言っていいと思いますね。 そしてカシオは全年齢という形です。はい、小学生から大人までありますで。さらにもう一個特徴としては専門家や語学学習者向けのモデルが充実しているというのがカシオの特徴になりますね。はい、で後で詳しく見ていきます。で次、電源方式。 ででですすすが、えー、カシオは電電池池式なんです、ね、乾電池なんんね乾ちょっと僕今持ってるのは古いモデルなんですが、えー、これね乾電池をここの、ね、真ん中のところに入れるような形になってます。こうこなっててここの部分ですねちょうど真ん中の部分、えー、ここに乾電池が入る仕組みになっています。こういう感じですね。はい、でこれはね今これ古いやつなんですが新型でも同じです、えー。一応位置的にはこの真ん中のところですね。画面とこの キーボードの真ん中のところにこう、ね、電源が、乾電池が入るような形になっているという形です。はい、で、対して今度、シャープの方なんですが、これは、ね、充電式になります。はい、これはシャープの、ね、ブレインなんですが、これはですね、こういう感じで開いたときに、ここにはです、ね、何もないんですね。こういう電池が入る場所はなくて、代わりにここにですね、USB のポートが、ね、あります。ここですね、ここです。 はい、でここに充電器のポートを差し込んでそして充電するという形ですね一番細いやつなのでちょっとそれがね充電しにくいっていう、まあ、欠点はあるんですが、まあ、充電式なので乾電池買わなくていいっていうメリットはありますでこれどっちがいいっていうのはね何とも言えませんあの人によってね好みがあると思いますので、まあ、乾電池式であれば例えばコンビニでいつでも買えるとかね出先で電池が消えちゃった時にコンビニで買ってすぐにね新品に交換すれば一気に復活しますよね ですが、充電式の場合だとそれができませんので、もし充電器を忘れてしまった場合、USB のケーブルを忘れてしまった場合は充電できないというデメリットがあります。で、その一方で、乾電池みたく、ゴミが出ないというね、メリットもありますよね。まあ、僕は一応、このいいとこ取りでね、ネループを使ってるんですけどね、この、えー、こっちの箇所の方に関しては。で、充電式の乾電池を入れているんですが、まあ、それぞれね、好みはあるかなと思います。で、あと、形の違いですね。 箇所は横型のみということで、まあ、こういうね、ちょっとノートパソコンのようなね、こういう横型の画面の形の、こういう使い方のみになっています。で、対して、シャープのブレインの方は、これはですね、縦型対応ということで、もちろん横型で使うこともできるんですが、これはですね、縦型で使うこともできるんですね。どういうことかというと、これはですね、今、横画面ですよね、こんな感じで。で、これをこうぐるっとこう回して、そして、こうするとですね、 縦型になるんですねこれなかなかよくできてる機構だなと思うんですがこれをやることによってこスマホ見たくね片手でポンポンポンと操作ができるようになるというものなんですね。 なで結構若い人にはこの縦型対応っていうのはねはまるんじゃないかなと思います特に高校生ですね中高生であれば今もスマホ世代ですので、えー、まあこういう形の方が合っているかもしれませんね、まあ、僕ら大人の英語学習者が使う場合は別にどちらでもいいと思います、まあ、こういう縦型が魅力を感じるようでしたらシャープのブレインもいいんじゃないかなと思いますちなみにねシオは X ワードって名前が付いててブランド名がそしてシャープの方はブレインっていうふうにね名前が付いてますね てのがね、以上3つなんですが、まあ、2023年のモデルじゃどういう風に違うのってことなんですが、えー、まずねカシオは新型が出ました、はい、これね結構な久しぶりなんですよ、えー、去年も一応新型出てはいるんですが小学生用モデルだけでしたので大人向けのモデルで新型が出たのは実に3年ぶりになるかな そうですね2020年が多分最後だったと思うんですよね。で21が何も出なくて22年に小学生モデルが出てだけがモデルチェンジしてでこ今年23年に大人モデルもモデルチェンジしたっていう感じですね。でシャープは見送りです。はいこれね一応僕が知ってる限りでは今回初めてと言っていいかなと思いますね。僕が調査を始めてからは一応初めて。 シャープは新型を出していません。今までね、毎年出してたんですよ。ですが、えー、今年はついに見送ってしまったということでね、まあ、もしかしたら今後ですね、カシオとシャープは交互にね、1年おきぐらいにこう、ね、新しいモデルを出していくのかもしれませんね。はい、で、ちなみにですね、ハード面ででの変化はほとんどないです正直、もうね、ここ数年間、ほとんどハード面での進化ってはありませんので、まあ、機能的にもほとんど変わりないですね。 だからこそ言えることなんですがハード名は成熟している分ですね辞書の目的では十分であるんじゃないかということですね、まあ、つまりこれ以上進化してもコストだけが上がっちゃってでもそのコストが高くなったのに見合うだけのその内容なのかって言ったらもう電子辞書の使い方って限られてますよね別になんか例えばネットにつながるとかそういう必要はないわけですよむしろにネットにつながらないことの方がいいことなのでで考えたらもうこれ以上ねハードを進化させる必要ないのかもしれないなっていうのが僕の意見ですね であとは、えー、もう1個はですね中身で選ぶことができるようになってきているということですね、まあ、つまり辞書です収録されている辞書で自分がいいなと思うものを選んでいくことができるということですね。 であととと色や形でで選ぶということですねもうあほとんど差がないのであればだったらもうえ去年のモデル今年のモデル関係なくえ綺麗な自分にとってこれは持っていると色が綺麗でそういテンション上がるなとかかっこいいなって感じるものを選んでいくというのがいいんじゃないかなと思います、まあ、正直ね形もそんな大きく変わってないんでねあのどっちかというとも色かなというところなんですが、まあ、色もそこまでねあのすごい冒険するような色は出てないんで、まあ、ある程度選択肢は限られてくるかなと思います では次におすすめの電子衣装の選び方をお伝えしますまず一つ目に片落ち狙いがベストということですね先ほどお伝えした通り機能にはほとんど変化はありませんここ数年間ですのでま1、あ、個前ぐらいの型を狙っていくのが一番コスパが良くていいんじゃないかなと思いますで、コスパと用途で選ぶということですねここがポイントになってきますまあ、自分が予算がどのぐらいあるのかというところとあと自分がどのぐらいの英語力を 求めているのかというところですね。そこで選んでいくといいと思います。まあ、ほとんどの人にとってはね、一番ベーシックなモデルでも十分かなとは思うんですが、まあ、それでもやっぱり英語専用モデルとかになってくると、いろいろ便利な機能とか収録辞書の数も増えてきますので、まあ、その辺を考えながら選んでいただくといいかなと思います。でまず最初にですね、カシオのトップ3というのをね、お伝えしていきます。このトップ3というのはあくまで大人の英語学習者向けです。ので、お子さんとかですね、あとは英語をやってない人向けではありませんのでね。はい。 あくまで英語学習者向けのものなんですが、まず一つ目は高校生モデル。これが一番コスパがいいですね。安いモデルになります。で、高校生モデル、大きく2つあります。で、その中の英語教科モデルってやつがあるんですね。で、これがね、一番僕の中ではコスパが安い中ではおすすめのものになります。で、次に2つ目は語学用モデル。語学モデルってやつがあるんですが、それの英語版ですね。 箇所はね結構フランス語とか中国語とかいろいろ語学系のものを出しているんですが、まあ、その中で英語バージョンっていうのがあるんですね。でそれはやっぱ他のモデルに比べて英語版が強化されてる英語の辞書がたくさん入っているっていうのがいいところですので、まあ、これおすすめです。であとはプロフェッショナルモデルということでこれは英語のプロですね同時通訳の人とか翻訳家とかの使用にも耐えられるようなものというふうになってますね。 で、旧型と新型の価格差というところをね、ちょっと見ていきたいと思います。えー、まずですね、これはカシオのプロフェッショナルモデルなんですが、えー、新型、旧型、こ今値段がこれだけ違うよってことで、1個前のモデルの場合だと、4万1600円。これがね、今この動画を撮っている時点での、えー、調べた Amazon の販売価格になります。で、対して今度ね、えー、X ワードの同じくプロフェッショナルモデルの この新型の方ですね、今年出たばかりのやつ、2023年度版は、6万2679円ということでね、この価格差はですねもうズバリ2万1000円ぐらいありますね。はい、で先ほどもおっしゃ通り、この収録辞書だったり、あるいは中に入っているこの機能ですねに関してはほとんど差がないと言っていいと思いますので、まあ、正直ですね、この値段の差があるんだったら、旧型の方が僕はいいかなと思います。まあ、21, 円分の,その価値が この新型を選ぶことにあるとは僕はちょっと正直思えないなというのが個人的な感想ですね。ということで、えー、じゃあおすすめモデルということでねこっから先は旧型のモデルを僕はおすすめしていきたいと思います。まあ、1個前のモデルですね。は,い、でカシオは今新型が出てますのでこの新型の1個手前のモデルということで高校生モデルのまず英語強化バージョンですね。 これ、品番は XD の SX4900 っていうね、えー、ものになります。まあ、これね、控えなくても多分大丈夫です。一応、あの、もし気になるようでしたら、この動画の下の概要欄にね、えー、リンク貼っておきますので、そちらをクリックしていただくと、ここの販売ページに飛べます。で、これがですね、23,800円ですね。今、この現時点で。で、結構これ、デジタルものってのは値段が変わりますので、日によって。なので、まあ、あくまで、今、この動画を撮ってる時点での値段と思ってください。まあ、大体そんな大きく変動することはないとは思いますね。 結構安いですね2万3,800円で英語許可モデルが買えるということですね。そして語学モデルの英語版ですね先ほどお伝えしたこれはですね3万2,000円になってます今ね。で品番は XD の SX9800 っていうモデルになります。はい、でこれがね1個前の型になりますね。でプロフェッショナルモデル。 はこれ最高峰のやつですね。これは4万1600円ということで、品番は XD の SX2 万になりますね。20000になります。まあ、だいぶ安くなってますね。先ほど比較した通りなんですが、まあ、新型の方は6万2000円ですので、まあ、だいぶ価格は落ちていると言っていいかなと思います。はい、で、じゃあ今度、シャープの方のおすすめ、どうかというところなんですが、シャープはですね、もうこれ一択です。高校生モデルの最上位版、はい、これを 狙ってください、はいえー、なぜかってことなんですが、まあ、シャープはですねもともとねコスパは結構いいんですよ。でさらに高校生向けモデルが最上位モデルになってますので、まあ、その中で英語強化版最上位モデルを選ぶというのが正解ですので、えー、僕はそれをおすすめしてます。で今だとですねこれですね、えー、1個前のやつが。 シャープは先ほどお伝えした通り、去年モデルが最新モデルになっています。今年は新しいの出てませんので、2022年モデルが最新モデルで、2021年度モデルが1個前になります。ので、その1個前がこれですね。品番で言うと PW の S1 っていうやつですね。これが22,500円というね。 かななりの破格になってます、まあ、ちなみに僕はですね先ほどお見せしたこのねシャープのブレインこれですね、えー、これ買った時は、えー、2019年だったんですが、えー、その時ですね2018年モデル1個手前のモデルを買って確かね2万5000円ぐらいでしたのでそれより安いっていうことでね、まあ、だいぶこれはねお買い得と言っていいんじゃないかなと思います、まあ、シャープはねやっぱねコスパがいいのがいいところですね一番はいでまあ高校生モデルで、えー、英語モデルなのでかなりハイレベルな辞書も入ってますので でじゃあ今度ね今お伝えした中で初心者はどうすべきっていうところですね。えー、初心者、まあ、例えば電子辞書初めて買いますとか英語の初心者ですって人はどうすればいいのかということなんですが大きくね僕2つ考え方があると思っていて1つはですね自分のレベルアップに合わせて電子辞書も乗り換えるということですね。まあ、つまり最初は例えば高校生モデル先ほどお伝えしたカシオの X ワードの高校生モデルを買ってですねでそこから自分が英語力が上がるに従って 語学モデルの英語版とかですね。あるいはさっきのこのね、シャープの、えー、最上級モデルですね。高校生用最上級モデルを買うとか。で、さらにそこからレベルが上がったらいよいよカシオのプロフェッショナルモデルに手を出すみたいなね。そういう感じで徐々にレベルアップしていくっていうのが、まあ、一つの方法ですね。まあ、これすごい楽しいと思います。まあ、自分の目標にもなりますからね。で、もう一個はこちらです。最上位モデルをいきなり買ってしまうということですね。えー、つまりプロフェッショナルモデルとか、あるいはこのね、シャープであればこれ。 ですねえー、この、えー、高校生の最上位モデルを買ってでそれにふさわしい自分になるっていうことですね、はい、これもね結構いい方法だと思うんですよ。えー、自分が先にまずはね、えー、最上級のモデルを買った上で自分はこの電子ディションを使うにふさわしい人間なんだっていうこの自分のイメージですね自分で自分に対するイメージをセルフイメージっていうんですがそのセルフイメージを上げていくためにこういうのを 形から入るってことですね、はい、結構そういうのはねあのスポーツの世界でもありますがこのスポーツで例えばゴルフクラブをねいいセットを先に揃えることによってモチベーションが上がるとかってねそういう考え方ありますが、まあ、同じように電子辞書も、えー、最上位モデルを選ぶっていうのもね一つの手だと思います。あなたはどちらがお好みでしょうか えー、ということでね、えー、今回ご紹介したモデルは下の概要欄ですね。この動画下の概要欄をチェックしてみてください。で、えー、概要欄ちなみにスマホで見てる場合はね、その他って書いてあるところをクリックするとポーンと出てきますので、まあ、そこにですね、今回ご紹介した電子衣装のモデルがいろいろずらーっと、ね、並んで出てきます。で、あとですね、僕はあのこの電子衣装の一応専門家として、 えその他の外部のねサイトで記事も書かせていただいてます。こういうガジェット関係をレビューする記事をまとめているサイトがありますのでそこのところですねまた僕もね記事を書かせていただいてますのでそちらの記事もこの下に貼っときますのでもし興味あったら是非チェックしてみてくださいはい。では以上です。Thank you for watching!See you later!